アイテム番号、SCP-533JP、オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-533JP はサイト、81、の第2定期用意オブジェクト保管室に保管されます。第2定期用意オブジェクト保管室への職員の立ち入りは一切禁止されます。SCP-533JP 及び第2定期用意オブジェクト保管室は設備維持のため、6ヶ月に一度定期点検を行ってください。定期点検の際は自走式掃除機などを使用しての清掃など、エリア内部に人間が立ち入らない形で行われます。定期点検時に何らかの異常が感知された場合には、直ちに担当収容チームへ報告を行ってください。SCP-533JP を使用した一切の実験は現在禁止されています。説明。SCP-533JP は日本の教育機関で主に使用される 1.3×7.2×0.03m の黒板の形状をしています。SCP-533JP は西暦2000年に通常の販売ルートより学校備品として東京の都立、高校で購入されました。納入後の授業初日のうちに SCP-533JP は異常性を発言。SCP-533JP の設置されているクラスの生徒1名が不可解な方法によって自殺し、多数の生徒が不登校となるという事件を発生させました。後、警察による現場検証の際にも2名の自殺者を出したことにより財団の関心を引いたため監視対象となり、その後1名の自殺者を出したことで異常性が確認され、収容されました。SCP-533JP は、一定の広さを持つ部屋や建物などの閉鎖空間であればどのような場所であれ異常性を発揮します。以下この空間を SCP-533JP-1 と呼称。SCP-533JP-1 内部に人間が6人以上集合すると、SCP-533JP は活性状態になり、数時間以内にアトランダムに選出される空間内の1人を、被告、SCP-533JP-2D に指定、とした、学級会、と題される裁判を開始します。SCP-533JP がどのようなメカニズムを経て SCP-533JP-1 内部の人間の情報を獲得し、SCP-533JP-2 たちへの精神操作を行っているのかについては目下研究が進められていますが、現在のところ判明している事実はありません。SCP-533JP-E 学級会について、学級会は、一定の単語、裁判、学級会などの言い換えなど多少の特殊性が確認されていますが、おおむね日本の刑事裁判の流れを模した形で行われているようです。しかし、判決が投票によって採決される、確認されている判決は全て死刑のみであるなどの特徴から、学級会は一定の法規に従って進行される通常の裁判とは明らかに異なります。実際に、これまで確認されている、被告の控訴事実は、現実に日本国などの実定法に違反する場合から日常の些細な悪事まで、広範な範囲の出来事に及ぶため、あらゆる人が、被告となり得る可能性を持つこととなります。先の特性により、SCP-533JP が SCP-533JP-1 内部のどの人間を、被告、として選出するかを前もって予測することは事実上不可能です。また、学級会によって死刑判決が出た後、被告は直ちに自ら命を絶ちます。被告の自殺は、SCP-533JP による精神操作によるものと推測されています。学級会で出現する SCP-533JP-2 の一覧。名称、説明、尾行。被告、SCP-533JP-2D、1名が選出されます。名称の通り被告人として扱われます。審理中は外力によらない形で、原理不明な何らかの拘束を受けるようです。先生、SCP-533JP-2J、1名が選出されます。裁判長の役割を持ち、審理の取りまとめの任を負っています。学級委員、SCP-533JP-2P、2名、場合により1名が選出されます。検事の役割を持ち、被告への追及、求刑を行います。これまで死刑以外の求刑が行われたことは確認されていません。証人、SCP-533JP-2W、人数は不定です。検事が召喚する証人の役割を持ちます。
検事がその場にいない人間を証人として召喚した場合、その当事者の人格が指定された人間に移植され、証人として振る舞います。証人は必ずしも人というわけではなく、他の生物でも報告例があります。傍聴人 SCP-533JP-2A 人数は不定です。SCP-533JP-1 内部にいて上記の役職を与えられていない人間がこれに該当します。被告への判決の投票権を持ちます。これまで、被告の有罪以外の選択肢に挙手した例は確認されていません。関係者への聞き取り調査によるこれまで確認された SCP-533JP-E 学級会の一覧。被告、控訴事実及び確定した罪状、死因、使用された凶器、尾行。女子生徒、同級生の女子生徒から金銭を強奪した罪、異物塩化による窒息死、削除済み、男子生徒1名が、証人、として証言。男性警官、禁煙スペースで喫煙した罪、全身熱傷によるショック死、ライター、削除済み、証拠品、遺棄としてタバコが出現、供託の一部が焦げていた。男性警官、過去の冤罪事件で証拠を偽造した罪、脳幹の破壊による即死、スミス&ウェッソン M37、学級会、は現場検証中に開始されていた。女子生徒、アリを20匹圧殺した罪、延髄断裂により死亡。削除済み、被告は罪状について全く覚えていないと否認していた。音声記録 SCP-533JP-E-4。第4回学級会。録音者、エージェント。監視カメラを設置。録音日時、20。付記、サイト、81、預かりの要監視対象、8120-564、アキラ SCP-533JP の監視中に発生した SCP-533JP-E-4、第4回学級会。の音声記録です。本音声記録は映像記録533-1から抜粋したものとなります。映像記録を参照したい方は、SCP-533JP 担当収容チーム、博士までご連絡ください。当時、SCP-533JP-E-1 の発生したクラスは退学者や休学者が続出していたため、SCP-533JP の設置された教室は別学年のクラスが使用していました。現代文の授業中、突如として SCP-533JP 上の文字がすべて消失。学級会の文字が表示される。教師、以下、先生。何これ、書けない。次の瞬間、被告に指定される女子生徒以外のその場のすべての人間が同時に失神。女子生徒、以下、被告、みんな、どうしちゃったの？え？SCP-533JP 上に SCP-533JP に被告、学級委員、先生に選出された人間の氏名が現れ、教室内の人間が覚醒する。先生、これより学級会を始めます。教室内の人間が座席をこの字型に並べ替え始める。同時に先生、学級委員が SCP-533JP の前に立つ。被告、一体どうしたのみんな、何これ、冗談。学級委員1、被告人の勝手な発言は許可されていません。黙りなさい。被告、学級委員1の本名、あんた何言ってんの？学級委員1、被告人、黙りなさい。被告、先生、一体これはどういうことですか？先生、被告、あなたは今自分がどういう立場がわかっていますか？学級委員の指示に従ってください。学級委員に、先生、審理を開始しましょう。時間の浪費です。審理の開始が告げられ、人定質問、起訴状朗読が行われる。学級委員1、20年、月、日。被告は路上歩行中の終わり20匹を苦痛らによる圧殺という残忍な手段で虐殺し、その遺骸を放置しました。これは集団殺害罪に当たり、削除済み、法第46条違反です。被告、
ちょっと待ってよ。それ何年前だと思ってるの？覚えてないわ。だいたい、アリを20匹殺したからってこんな。先生。発言を遮って、黙りなさい。被告人、あなたはこの学級会において、質問に答える自由があります。もちろん黙秘していていても構いません。被告人、あなたはこの容疑について覚えていないのですか？被告、覚えてるわけないでしょう。何言ってるんですか先生。先生、よろしい。容疑を否認するのですね。学級委員、冒頭陳述を。学級委員に、はい。被告人の詳細な個人情報、犯行時の状況及び動機が陳述される。被告、うめき声、どうしてあんたがそんなことまで知ってるの？やめて。どうして、動けない。うめき声。学級委員一、先生、証拠品の提出を申請します。先生、許可します。証言によると、ここで教託上に被告が履いていた靴が出現。被告、あの靴、まさか、本物？学級委員一、こちら、高一号証は実際に犯行で使用された靴です。この靴裏からは、5割の数粒匹分の体液などが検出されました。被告の犯行を示す決定的な証拠です。証拠品は以上です。先生、不問。なるほど。被告人質問を行います。被告人、あなたはアリを殺したことについてどう思いますか？被告、どうって、だってそんな悪いことですか？子供の頃の話だし、みんなだってあるでしょう。アリを踏みつぶしちゃったことぐらい。先生、遺族の方へ、謝罪したいなどの感情はありませんか？被告、ふざけてるんですよね。そうですよね。謝罪ってありにですか？ありえませんよ。先生、数秒間の沈黙。そうですか。わかりました。私からの質問は以上です。学級委員に、先生、我々からの質問が。先生、許可します。学級委員に、被告人に質問します。あなたは殺したアリについて何か知識を持っていましたか？被告、言ってる意味がよくわかんない。いい加減にしてよ。学級委員に、知らないわからないとしらを切っていますが、良いですか？あなたが殺したアリたちはあの日、初めて外に出ていたんです。被告、それは気の毒な話だけど、だからってなんでこんな目に私が遭わないといけないの。学級委員に、気の毒。そのように思いながらどうしてこのような蛮行に及んだのですか？被告、ねえ、学級委員にの本名、そろそろこの茶番やめてほしいんだけど。学級委員に、茶番ですか？私は今とても怒りを感じています。この感情は、あなたなどにはわからないでしょう。この、虐殺しやめ。学級委員1、学級委員2の肩を寄せつつ、おい、その辺にしておけ。先生、質問は以上ですか？学級委員に、はい、失礼しました。先生、では、最終弁論に移ります。学級委員、論告をお願いします。学級委員1、はい、被告の犯行は極めて残忍かつ凶暴であり、また無計画であったことは明らかです。しかしこれまでの態度を見てもわかるように、被告には自らが虐殺をしたという認識に乏しく。被告、ねえだから待ってよ。なんでたかがアリを踏みつぶしたぐらいでこんな大事に。学級委員に、黙れ。少しくらい静かにできないのか。被告、何を一体、さてはドッキリなの？それでこんな手の込んだ真似を。
学級委員一、咳払い、認識に乏しく、また反省の色も見られません。学級委員としては被告に対し、叱るべきは、我々が与えうる最も重い刑を、極刑を求刑します。被告が驚いて立ち上がろうとし、失敗する。被告、何極刑って、ドッキリにしたってやりすぎでしょうそんなの。先生、被告人、制服にしてください。これは最後の警告です。被告人、これにて決心ですが、最後に何か言いたいことはありますか？被告、早く終わらせてくれませんか？先生、数秒に及ぶ沈黙、言いたいことはそれだけですか？学級委員2が被告につかみかかろうとして制止される。被告、もういいです。もうたくさんです。早くネタバラシしてください。先生。では、投票に移ります。この場にいる全員、頭を低くして、顔を伏せてください。被告と先生以外の教室内にいる人間が一斉に机に顔を伏せる。被告、はぁ、まだやるの？先生、私の読み上げる次の選択肢に関して、賛成される方は挙手してください。先生、被告人を無罪放免とするのに、賛成の方。誰も挙手をせず？先生、被告人を有罪とするが、情状酌量の余地があると思われる方。誰も挙手をせず？先生、被告人を有罪とした上、学級委員の求刑を適切であると判断される方。SCP-533JP、2A、傍聴人、学級委員の全員が挙手。先生、顔を上げてください。被告、ねえ、ちょっと待ってよ、どうしてこんな、みんな正気なの？先生、判決を言い渡します。主文、被告人を死刑に処す。理由は、被告には自ら犯した罪への。被告、こんなの絶対おかしいわ。私は罪なんて犯してない。アリをちょっと出来心で踏みつぶしただけでしょう。解読不明な叫び。先生、被告、黙りなさい。被告には、自らが犯した罪への反省意識が薄く、社会に再び出た場合、再犯をする可能性が極めて高い。更生の可能性は著しく低いと判断せざるを得ない。よって、死刑に処するものとする。被告、こんなの納得いかないわ。冗談でしょ？何死刑って？ドッキリなんでしょ？早くネタバラシしてよ。ねえ。直後、被告は、削除済み、を使用して自らの頭部を、削除済み、死刑が執行された。先生、これにて、閉廷します。SCP-533JP、E4 終了後、当該教室内にエージェントとセキュリティ担当十数名が突入し、被告の救命処置などを行いましたが、被告はすでに蘇生不可能な形で死亡していました。教室内の人間に対しては聴取を行った後、記憶処置を受けさせました。インタビューログ533JP、2W、1、対象。SCP-533JP、2W、1、男子生徒。インタビュアー。博士。不起。SCP-533JP、2W、1は、一番初めに確認された、学級会、で、承認、となった男子生徒です。SCP-533JP、2W、1には、被告、の金銭強奪の被害者となった女子生徒の人格が移植されていました。脳機能に障害が認められたため、財団傘下の病院にて現在療養中です。博士、早速、質問に移らせてもらいますね。
SCP-533-JP-2W-1。 はい。博士、あなたは、学級会が始まった時、一番前の席で居眠りをしていた、そうですね。SCP-533-JP-2W-1。 はい。あれは数学の授業の時でした。博士、被告となった女子生徒は素行の悪さが疑われていた。そして金品の強奪などを実際に繰り返してもいた。SCP-533-JP-2W-1。 はい。噂にもなっていました。博士、なるほど。学級会の時、あなたは何をしていましたか？ SCP-533-JP-2W-1。 最初は何が始まったのか、わかりませんでした。でもその後、その後。博士、その後？ SCP-533-JP-2W-1。 突然、なぜかはわかりませんけど、憎い、って思ったんです。博士、憎い？被告、が、ですか？ SCP-533-JP-2W-1 がうつむいたまま無言になる。博士、どうされましたか？ SCP-533-JP-2W-1。 そうよ。そうに決まってるじゃない。だって私、あいつに何万も奪われたのよ。博士、SCP-533-JP-2W-1 の本名、くん、一体何が？ SCP-533-JP-2W-1、未だに憎いわ。何ヶ月もバイトしてやっと貯めてたのよ。あんな奴、死んで当然よ。せいせいしたわ。直後、異常興奮した SCP-533-JP-2W-1 が痙攣を起こし失神。インタビュー続行不可能と判断。終了報告書。学級会、終了後も、証人の脳髄の内部には、SCP-533-JP が複製した人格が残留するようです。SCP-533-JP-2W 軍の財団監視下における経過観察が必要なものと思われます。実験記録533は、日付20、付記。博士の提唱により実施。D クラス職員全員には凶器となるような物品は持たせず、周辺のあらゆるものが無害化され、凶器へ容易に転用することが不可能なようになっています。実施方法。サイト、81、うちの第1拘置室内に SCP-533-JP を設置し、6名の D クラス職員を室内に待機させます。学級会が開始された場合、セキュリティ担当が速やかに室内の D クラス職員を拘束及び排除し、イベントの進行を妨害します。結果、学級会が開始されたため、セキュリティ担当18名が D クラス職員拘束及び排除のため突入。実験に参加し SCP-533-JP にとなった D クラス職員たちは激しい抵抗を見せましたが、SCP-533-JP1 から連れ出されると、抵抗をやめて恭順しました。また、この実験での、学級会、で SCP-533-JP は、被告、の犯行現場に居合わせたとされる、柴犬、を D クラス職員の人格にコピーし、証人、として出廷させていました。当該の、証人、は、削除済み、と発言、排除後の D クラス職員には重大な脳機能障害が残りました。排除の終了と同時に SCP-533-JP 上の文字が変化し、心理中断、という文字が表示され、不活性化したと判断されました。以後、20年、月現在まで、学級会、は再開されていません。分析。SCP-533-JP は SCP-533-JP-1 内部から人間が強制的に排除されると、学級会を中断するようです。オブジェクトの現状維持に関して議論が必要と思われます。